フェリータ・カチホは、マルエフェリーが運行していたロー、ローセン。山西で建造され、1989年に就航した。2015年12月、琉球エクスプレス3の就航により引退し、モンゴルにニキエクスプレスとして、売線後、旅客設備追加して、インドネシアで2018年頃から、ニキサファーテラとして、ローロンフェリーとして運航中。 旅客扱いをしない貨物フェリーであるが、後に旅客フェリーとの誤解を避ける、貯めた、価値ほと解明された。就航時は、大島運輸の子会社春見汽船の所有だったが、春見汽船が大島運輸に吸収されたことで、大島運輸の所有となった。運航は新日本海事が行っていた。東京航路1991年頃は、台湾のキールン港と、 日本各港を結ぶ航路に就航していた。那覇港から博多港へ運航されていた時期もあった。貨物船であるため旅客設備はない。二層の全通甲板を有する中央、船橋型の船型で上甲板上には船首に船首楼及び船体中央から後部に探偵甲板が設けられている。左現船首部及び船尾部に A 甲板に接続する。 ランプウェイが装備されており、A カンパンと B カンパンはスロープで接続されていた。A カンパンは暴露カンパンで全部にクレーンを一気装備しており、A カンパン全部がコンテナ搭載区画、A カンパン後部及び B カンパンが車両搭載区画となっていた。春見汽船のフェリー切り、島、南日本汽船のウルズン21などが類似の設計で建造されている。 小型船舶との衝突事故を4回経験している。うち2回は衝突に気がつかず、当て逃げ状態のまま航行を継続していた。1991年6月6日、12時20分頃、渋士港から千葉港に向かっていた元船は、都井岬東大の東3.6海里の地点で、漁船第一小用丸と衝突した。衝突により、第一小用丸は、 船首部が切断され浸水したが、両船によって栄光され寄港した。本船に損傷はなかった。第一章用丸の船長が骨折などの重傷を負った。事故発生時は、二等航海士と甲板手が当直に当たっていたが、衝突直前まで第一章用丸に気づかず、第一章用丸の船長も虚偽の修理を行っていたため、本船に気づかなかった。 事故原因は、本線の見張り不十分とされたが、第一章用丸が見張り不十分で衝突回避措置を取らなかったことも一因とされた。1999年5月16日、13時、ちょうどごろ、渋子港から那覇港へ向かっていた元船は、微老島の南方、渋子港南方波堤灯台から南南西に2.7回りの地点で、漂白して釣りをしていた。 プレジャーボートミンマルと衝突した。事故発生時は、二等航海士が単独で到着に当たっていたが、衝突に気がつかず、鹿児島海上保安部から連絡を受けるまでそのまま、続行した。衝突により、本船は右舷船主部外班に、作家賞を生じ、タミマルは、船尾部が、圧海、船長が骨折を負った。事故原因は、本船の見張り不十分とされたが、 タミマルの同性監視が不十分で衝突回避措置を取らなかったことも一因とされた。2006年4月9日、18時17分ごろ、東京港から那覇港へ向かっていた元船は、足摺岬の東方、足摺岬東大の東21海里の地点で、漁船 U マルと衝突した。衝突により、本船は左限船尾部の外反に、作家称を生じ、 ユーマルは選手部が損壊した。本線は衝突4分前にユーマルを確認していたが、いずれ飛行動作を取るものと思い、警告信号を行わず、直前まで点打しなかった。また、ユーマルは虚偽の補修を行っていたため、本線に気がつかなかった。事故原因は、ユーマルが見張り不十分とされたが、本線が警告信号を行わず、 衝突回避の協力動作が遅れたことも一因とされた。2007年2月9日、9時54分頃、那覇港から東京港へ向かっていた元船は、種子島の種子島東大から南南東に40.3海里の地点で漁船高吉丸と衝突した。衝突により、本船は両原船主部の外反に作家を生じ、 高吉丸は船体中央で分断され沈没した。高吉丸に乗船していた船長、看板員、取材のカメラマンの3名は救命いかだに乗り移り脱出した。連絡が途絶えた両船からの通報で10日14時30分から捜索が開始され、脱出時に看板員が投下した漁具用ラジオ部位を手がかりに12日10時20分頃 海上保安庁のヘリコプターにより発見され、12時、ちょうど頃巡視船に救助されたが、脱水症、下肢の倒傷などを負った。本船は、衝突に気づかないまま続行して10日に、東京港へ入港、その後折り返して、那覇港へ向かって航行中の12日に連絡を受け、13日の那覇港入港後に選手部の作家賞を確認、海上保安庁への通報が行われ、 付着した塗料の鑑定で衝突が判明した。事故発生時、現場海域は停滞前線の影響により南西の強い風が吹き波浪の高い状況だった。本線は安全管理規定では二人当直体制が定められているが必要に応じて看板種を整備作業に当たらせることが状態化していた。事故発生時も三等航海士と看板種が 船橋到着に当たっていたが、看板紙を作業に当たらせ三等航海紙のみで到着を行っており、波浪及び降雨で指定が低い中、レーダーを適切に使用するなどしなかったため、高吉丸に気がつかなかった。高吉丸は生え縄を投入して漂白中で、船長は作業日誌の記入を行っており、レーダーに接近警報が設定されていたが、 雨雲をご認識しないように特を絞ったため作動せず、衝突まで本線に気がつかなかった。事故原因は、本線の見張り不十分とされたが、高基地丸が見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突回避措置を取らなかったことも、一因とされた。フェリータ、カチホト第一小用丸の衝突事故に関する、カテゴリー。フェリータ、カチホトミンマルの衝突事故に関する、カテゴリー。 フェリータ、カチホトユーマルの衝突事故に関するカテゴリー。フェリータ、カチホトコウキチマルの衝突事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。